はい、はい、皆様こんにちは、広瀬大輔と申します。この度、YouTube を開設いたしました。 YouTube チャンネルも開設いたしました。それにあたって動画を投稿していこうかなと思っていたんですけれども、撮ってきた動画が、こちらでございます。わかりますか？着ぐるみを着ています。まあ見ていってください。この着ぐるみを着た、もういい年したおじさんがマスクをしてイノシシの被り物をかぶって、さあもうお察しの方もいらっしゃるでしょう。この日やる気が思った以上に出なかったようです。くさ。はいはいはい、なるほどね。いやそんなことある？いや動画を撮りに行ってこんなやる気ないことあります？なるほどね。はい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 。いやひどいですねこの。いやひどすぎる、本当にひどすぎる。ひどすぎますね。もうなんかこちらも語彙を失いますよね。何を見せられてるんでしょうね我々は。このケツ。わざわざ自分のお金でスタジオ借りて、この着ぐるみも自分で買って、撮りたかった映画これなんでしょうかね。いや本当にマジで意味がわからない。本当はね、動画はねお蔵入りにしようかなと思っていたんですよ。うん、でももったいないかなということで、動画にねコメントをつけていこうかなって思います。はい、ということで笑ってやってください。笑っていい動画です。下手な広瀬大輔の振り踊りを見て笑う動画です。いやもう何今の動き。ダッサ。いや振り付けマジでかっこいいんですよ。振り付けはめちゃめちゃかっこいいのに。ね、今の動きなんだ。いやはい、どんだ。いやサビはちょっと頑張ってますよね、それっぽく。うん、それっぽく頑張っているが、いかんせん、なんだろう、このやる気がない理由が、あの思ったように体が言うことを聞かないっていう。いや、ほんとびっくりするぐらい、この日なんか、キレとか、キレというか、その、体がついていかないというか、思った動きをしてくんない。いや、何今の、今の動きはひどかったですね。思った動きを、体が全然してくれないんですよね。なんだろう。ところどころの体、なんだろう。体が死んでる？なんて言ったらいいの？動きが死んでる？なんだろう。うん、ひどいです、とにかく。やる気だけはあったんだけど、ほんと、やる気しかなかったんですね、きっと。来るときは、ここのスタジオに行くときは、ほんとやる気しかなかったんですよ。実力が伴っていなかった。ひどいですね。なんかもうほんとめちゃめちゃやる気満々で、この着ぐるみとかスタジオとか呼びしたのに。何の動きなんですかね、ほんとに。あ、なるほどね。本当に。うん。すごい。あ、多分これ、もう、しんどくなってきてますね。これは。あ、これはし、あ、この、あ、お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 ？すごい、なんか、そのコメントしづらいんですよね。この、なんだろう。突っ
込んでいいのか突っ込んじゃいけないのかわからないみたいな LINE を攻めてくるあたりが本当に、なんだろう、使いづらい。あ、これはもうひどい LINE ですね。あ、めちゃめちゃ本当にひどいです。ただ語弊がないようにちゃんと言うんですけど、振付師の方が踊ってくださった動画はめちゃめちゃかっこよかったんです。はい、決まりましたね。がこうなってしまったという笑っていい動画でした。